こんにちは、コミーです。今日はこちら、すでに編み始めていますけれども、やべえカメラ回してないと思って始めてしまっています。こちらが都紐タコ糸ですね。これね、もう何年だろうね、15年以上、20年近く前に買ったタコ糸です。引っ越し何回かその後してるんですけど、あ、そんな経ってないか、でも15年ぐらいは経ってるかな。引っ越しのたんびにこれはちゃんと持ち歩いていたっていう、ずっとキッチンにありました。で、これがあるのは知ってたんですよ。チャーシューかなんか作るのに使ったやつなんですけど、全然残っていて、それをこれ編めるよなーっていつも思ってたんですけど、やっとですね、台所のちょっと片付けっていうのかな、使ってないものとか、まあちょっとずつやってたんですけど、これもここに置いといても使わないなと思って、じゃあ編めるならもう、まあ編めなかったらとしても、なんか手芸で使おうと思ってこっちに持ってきたんですよ。それでまあちょっといろいろ編んでみたっていう、まずこれがまぐち1個編んでみました。で、これは茶色のエンジェルコットンだったかな、少し残ってたの1周ぐらいいかないかなと思って編んだら、こういう微妙な、まあでも半分ぐらいということで1個ラインが入ったぐらいになったんですけど、このやっぱタコ糸の色と質感、私は好きですね。コットンですよね。だから、あ、これいい、でも硬くて編みやすくはないですね。でも、あ、これいいじゃんと思って、まず1個こっちも編んでみたんですけど、これがコロポックルと引き揃えているんです。このここまでで、ここからはタコ糸だけで、ここはコロポックルで縫ったんですけど、こんな感じ。やっぱりこの色と質感は、うん、好きなんですよね。編みにくかったけど、でもうなんかがまぐちばっかり作ってるしなと思って、ファスナーにしようと思って、そんでこのファスナーがね、ムックママさんの動画を見てやりたくなって、で、同じのじゃあれだ、同じのでもいいんだけど、とりあえずこれだけちょっとアイデアお借りしようと思って、まずこれダイソーのコットンヤーンです。それで編んで、あとはこれに合わせ、これん、ファスナーに合わせて本体を編んでくっつけようっていう感じです。だから、まあなんてことはないです。これも細編みです。編みにくいのもあるんですよね。だからあんまりこう模様編みにはしにくいっていう感じがあります。だから細編みって思って、で、この質感がいいっていうのがあるから、うん、なんか余計な模様編みをしない方がこの質感が生きてくるかなっていう気もして、でも編みにくいですファスナーのとこと同じくらいの底にして、その後増減なしで編んでいこうと思っています。高さはまだね決めてないんですけど、ファスナーもそんなに大きいファスナーじゃないから、あんまり深くするとね、うん、出し入れしにくいかなっていうのがあるので、そんなに深さはないもので何入れんのかなって感じはするんですけど、そんな感じで作っていきたいと思います。まだねこんな程度なので、あと 1,2 段編んでっていう感じになると思います。はい、ここまで編みました。ちょっと、まあ、これ楕円にしたんですよ。なんとなく、なんとなく同じ感じがしませんかすごいなんとなくになっちゃうんですけど、まあこんな感じで増減なしで編んできて、こうつけるみたいな感じをイメージしています。なので、ここから
増減なしでいきたいと思います。今回はもう細編みで、筋編みとかもしないでこのままいきたいと思います。でね、ちょっとね地肌が見えてきた感じなので、まあそんなにこんだけしかないのっていうような足りなさじゃないと思うんですけど、まあどっちにしろ深くはできないだろうなっていう感じですかね。なので もうそもそも浅めのやつと思ってはいたんですけど、まあ、そんな感じになるでしょうということです。はい、では飲み物に行きます。今日の蓋付きマグカップ、はいはい、ジンジャーシロップのお湯割りです。はい、かなり浅い浅い感じになってるんですけど、タコ糸がここまで来て今半分まで編みかけたんですけど、ここ一緒に最後編んでいく、編みくるむ、編みつける、一緒に編み剥ぎっていうのかな、そういう風にするにはちょっと余裕持って残しておこうと思って、ここでやめようと思います。でこれをムックママさんのは貼り付けるやつだったんですけど、私ボンドみたいなのとかがあんまりやっぱり得意じゃないんですよね。で、針が得意なわけじゃないんですけど、まあこういうものならザクザク縫っても平気かなと思って、これを糸でつけていこうと思います。でその後この端っことこの端っこを一緒に編んでいって仕上げという形にしたいと思います。はい、かなり大雑把にめっちゃザクザクですけど、とりあえず縫いました。これはねちょっと試しに編んでみたんですよ。使いやすいのか、こっち側つけてないんですけどね。でこれをこう一緒に編んでいきたい感じなんですけど、ちょっとねさっき見ててこの裏側、細編みの裏側を表にしてみようかなと思います。ちょっとなんかボコボコではあるけど、たまにはね、いつもこっちですけどこっちでもいけるんじゃないかと思って、とこれでつけていきたいと思います。でこれがね本当はここが四角、ここっていうのはファスナーがね四角い布、四角い形だから、そこを四角くするのが、まあ、正しいやり方っていうか綺麗に作るやり方なんだとは思うんですけど、なぜか丸でやりたくなっちゃって、なのでかなり無理やり感は出ると思うんですけど、まあそこはなんとなくでいきたいと思います。ちょうどこれがね真ん中辺というふうに見なして、これちょっと、いつものことですけど、ぶつけ本番です。だから、できない可能性もありますけど、要は、くっつけばいいという。本当はね、これを針でかがっていこうかと思ってたんですよ。その方が、融通っていうのかな、なんか、誤差をなんとかしやすいんじゃないかと思ったんだけど、これでやってみちゃおうかなと。
一目につき一目っていう感じじゃないと思うんですよね、この合わせた感じの様子が。何目っていうよりもちょっとこの辺みたいな感じで、これ表から見た時もしかしたら汚いかもしれないんですよね。まあ、ちょっと試作って言って本番をやったことがあるのかっていうまあそういうのもありますけど、このタコ糸の方、本体の方の目を基準に、編んでいっています。こっちのファスナーのところが一目って感じじゃないかもしれないという感じです。はい、とりあえずつけましたが、これもう見てわかりますよね、歪んでるの。やっぱ目数が同じじゃないというのと、ああそれが一番かな。丸と四角っていうのはわかんないな。目数とか何センチ長さがぴったり合ってれば丸でも四角でも関係ないような気はするんですけど、ちょっとね、ここが歪んでるの分かりますかね。この辺まで一目ずついけてたんだけど、最後やっぱり余っちゃって2目に一度みたいな、一目飛ばしみたいな、そんなちょっと縫い方になっちゃったんですよ。だからそこが歪んでるっていう、もうすごく分かりやすい感じです。でもあ、ちょっとここちゃんと縫えてないしね。先にこのファスナーのところに編み地をつけることで、この本体と、縫わないで編んで、編み閉じなんて言えばいいのかな、こういうのこう一緒にこうやって編んでしまうっていうことができるから、これはちょっと面白いやり方だなって思いました。これは全くダメです。このね、もうネジダメ、これは全然ダメだけど、このやり方きちんとだから計算して何目っていうのが同じになるような形で、こうこのファスナー側と本体側を上手に編めたら、まあ編めたらっていうか、まあだからこの閉じ方が多分ダメだったんだな、この歪んでる感じだから。これもしかしたらやり直したらもうちょっと綺麗になるかもしれないですけど、まあちょっとこれやりたかったです。だからちょっとこれはこのままでは使えないから、まあ気が向いたらほどいてやり直すかもしれないですけど、まあこういうのをやってみたというまあなんか久しぶりのこのちゃんちゃん感が、まあいいですよね、こういう時もたまにはあります。これでタコ糸がほぼ使い切りということで、今日はこんな実験でしたはい、おしまいです。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。また明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。
Thank you.